公開株式会社 PO セブマッシュは、八海に面した港湾都市セベロドビンスクに拠点を置くロシアの造船会社である。サバマッシュは、略称で、セバーノイマシャナストローテルニープレットプリアティ、北部機械建造会社のアクロニムである。セブマッシュは、ロシア最大の造船会社であり、原子力潜水艦を建造できるのはロシアでも、セブマッシュだけである。年には、 従業員26,951人を要し、軍事部門の売り上げは5億3,302万ドルであった。ソ連のデルタ型原子力潜水艦が SSN-18 ミサイルを発射する様子。ソビエトミリタリーパワーロシア海軍向けの艦艇、潜水艦、装備品の建造に特化した造船所で原子力潜水艦が建造できるのはロシアではセブマシュのみである。 ギャーセン型原子力潜水艦の1番艦、セベロドビンスクは2010年に浸水したが、財政難のためにそうに時間がかかり、収益は2014年にずれ込んだ。ボレー型原子力潜水艦の2番艦、アレクサンドルネフスキーは2010年末に浸水、2013年12月23日に収益し、セブマシュで建造されて収益した130番目の艦となった。 改めアーセン型一番艦の火山は2017年3月31日に浸水し、収益に向けて作業が進められている。2003年から2005年にかけて、輸出用のキロ型ディーゼル潜水艦2隻を建造した。2009年時点でキロ型2隻の受注山がある。ロスオボロンエクスポルトとの契約により、インド海軍にビクラマーディティアとして売却される。 キエフ級航空母艦アドミラルゴルシコフの近代化改修工事を主導していたが、コスト増加や遅延に見舞われ、2013年11月にようやく完工した。対抗利型海洋プラットフォームストックマンガス電向け、プラットフォームの模型を前に説明を受けるドミトリー、メドベージェフ大統領、セブマシュにとって北極海の油田、ガス電開発プロジェクト、 特に石油プラットフォームの重要性は増してきている。ルビーン海洋工学中央設計局が設計し、セブマシュが建造したプリラズ・ロムノエ対合理型海洋プラットフォームは、ロシア発の対合理型海洋プラットフォームでペチョラ海で運用される。セブマシュは海洋プラットフォームを他国にも輸出しており、例えば2006年2月にはノルウェーのモスモスボルト、 プラットフォームズ社に、反潜水型のモス CS-50 プラットフォームを、納入している。セブマッシュは、同型のプラットフォームをさらに3期受注している。また、バレンツ界のストックマンガス電向けプラットフォームも、建造している。各種商船の建造も行っており、過去10年で、タグボート小型バラ積み貨物船、ポンツーンやハシケ 養殖イケスなど100席以上を建造しているほか、夜勤設備や鉄道輸送関連製品も製造している。バレンツカイセブマシュの従業員は26,951人で、8階に面したアルハンゲリスク州セベロドビンスクに拠点を持つ。敷地面積は300ヘクタールを超え、100以上の部門に分かれている。ロシア最大の造船会社であり、2007年から、 ニコライ・ヤコブレビチ・カリストラトフが社長を務めている。軍需部門の売上高は2008年の4億3104万ドルから2009年には5億3302万ドルに伸びたと推測されている。ロシアの民間シンクタンクである戦略、テクノロジー分析センターによると、民需部門は総売上高の2割程度で、輸出額は生産高の1割程度である。戦略。 テクノロジー分析センターは財務指標及び経営指標の分析により2009年のロシア軍需企業で7番目に成功している企業であるとしている。セベロドビンスクの修道院、セブマ市建設のため取り壊された。第1次5カ年計画において造船能力の大幅な拡大が決定されたことを受けて設立された。人民院会議の組織である 労働防衛協議会が下した大型軍艦の建造及び修理のための造船所建設を求める1936年5月31日付指令 137OK、OK、に基づいて、現在のセブマシュとなる造船所の建設が始まった。ヨシフ・スターリンによる工業化計画の一部として、強制労働キャンプの労働力を動員して、北ドビナ川のニコルスキー、川口左岸に基礎が築かれた。 公式には、戦艦ソビエツカやベロルーシアの、飛行日である1939年12月21日が、創立日とされている。ソ連時代には402造船所として知られていた。第2次世界大戦中には、軍艦の修理や砲塔、砲台及び地雷処理装置の生産を行った。また、大型総海艇や、駆逐艦,艦、ディーゼル潜水艦、フェリーや大船、 ウッキドックの建造をこなしつつ北方艦隊の水上艦や北極海航路に投入された補給物資輸送船の修理も行った。1950年には139隻の船舶を修理している。1950年代初めには潜水艦の大量建造が始まった。1969年には世界で初めてチタン合金製船舶を備えた原子力潜水艦。 K162 を建造した。1970年代半ばから設備の大規模改修が行われ、生産能力が倍増するとともに、ロシア最大の屋根付き仙台が建設された。1981年に建造された、台風運型原子力潜水艦は、世界最大の潜水艦として、ギネス世界記録に登録されている。2009年までに、 45隻の水上艦と163隻の潜水艦を建造した。ありがとうございます。